エチレンジアミンは有機化合物で化学合成に広く使われているアンモニア臭のある無色の液体。略号は枝。水、アルコールと任意に混ざり合う。分子量60.11。エチレンジアミンはエチレングリコールの類縁体であり、ポリエチレングリコールのようにポリエチレンアミンを形成することができる。ポリエチレンアミン類の一般式は NH2NH で表される。 エチレンジアミンは、アンモニアと1、2ジクロロエタンとの反応により合成する。この時、直差、分岐、環状のポリアミンが、同時に生成する。エチレンジアミンは、アルブミンやカゼインなどのタンパク質に対する溶媒、電気メッキ層、繊維の活剤、ラテックスエマルションの安定化、ポリアミドの接着剤などとして使用される。また塗料や冷却剤などの防腐剤としても用いられる。 エチレンジアミンはキレートを形成する化合物である。医学の分野ではエチレンジアミンは様々な薬剤の合成において科学的安定化剤として使用されている。エチレンジアミンは工業科学の場においても大量に用いられている。反応性が高くなどと様々な化合物を生成する。またエチレンジアミンが重要な栓具体となる化合物もある。例として エチレンジアミニ4作3、カラー写真の現像剤、プラスチックの成形や、加工の際の潤滑剤、燃料の添加剤、カルバメート系殺菌剤、接着剤、柔軟仕上げ剤、海面活性剤、エポキシ樹脂硬化剤、色素などが挙げられる。ありがとうございます。